2対0と名古屋がリードしてハーフタイムに入っていますが、前半のデータをまとめてみますと、名古屋シュート7本、そのうちの2点が得点につながりました。清水の方は3本です。まあ、フリーキックの数、まあ、リスタートの数、セットプレーの数はエスパルスの方多いんですけどね、なかなか生かすことができてませんね。どうでしょう、2対0という得点ももちろんですけれども、6.5対3.5 ぐらいで名古屋ペースといったような感じだったでしょうか。まあ、そうですね、あのボールのですね、まあ、保持率的に言えばですね、五分五分だと思うんですけどね、あのエスパルスの方は取られ方が悪いですよね。さあ、前半の得点シーンを VTR でご覧いただいていますが、まずこれが名古屋先制点の番、名古屋の開幕ゴールということになりますが、ちょっとね、花のパンチングもね、まあ、小さかったんですけどね、その後のパナディッチのこのヘディングの強さ、これがですね、光りましたね。そして2点目追加点、楢崎からのロングボールをバスティッチが落として裏に入り込んだウェズレイ。この辺のね、体の強さ、バランスというのはウェズレイ持ってますよね。あの池田も、ディフェンスの池田もどちらかというとリベロタイプではなくて人に強いタイプなんですが、そうなんですよね。この辺のですね、センターバック、お互いのカバーリングというのがですね、ここまで清水ちょっとですね、うまくいってないのかなという感じがしてますね。名古屋みずほ競技場での開幕戦、名古屋グランパス8対清水エスパルス、前半は2対0、名古屋リードでハーフタイムに入っています。放送席は長谷川健太さんの解説でお楽しみいただいています。さあ、長谷川さん、この開幕戦、はい、両チームゴール前のシーンの多い面白いゲームに前半なっていると思いますが、そうですね、お互いにですね、点を取ろうという意識は高いなという感じがしますね。その中で今シーズン名古屋の方は藤本が加わって、はい、また一方の清水の方は今までとはだいぶこうイメージも違うような新しいチームになって、 そうですね、それぞれ印象いかがですか。まあ、グランパスの方はですね、まあ、形のできている中で、まあ、攻撃の軸となる藤本を取ったということでですね、非常にこうチーム的にはですね、まあ、バランスは非常に良くなっているなと、良くなっている、感じはしますね。あの形というのは全体は昨シーズンまでと同じで、はい、そこに攻撃起点となる藤本が入っている、はい、で藤本も非常にこの前半見る限りでは非常に機能していると思いますからね、随分意欲的に走り回っている印象がありましたが、まあ、ですから非常にですね、この藤本の加入というのはグランパスにとっては大きかったのかなという前半ですね。両外国人とのコンビ、この前半どういうふうに見ますか。いや、非常にいいと思いますね。ウェズレーもですね、非常に藤本の動きというのを見てですね、いい形で彼にですね、ボールを預けてますから、もう非常に信用しているということが分かりますよね。この前半を見る限りは名古屋の開幕は上々。一方の清水の方ですが、エスパルスの方はですね、ここまでチャンピオンズリーグ等をですね、戦ってきてるんですけど、まだまだ攻撃陣のですね、コンビネーションというのがうまくいってないのかなと。あとはディフェンスラインのですね、コンビネーション、はい、この辺もですね、まだまだ課題が残ってですね、シーズンに突入してしまったのかなという感じがしますよね。攻撃の方で見ますとね、はい、何か清水といえばポン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 と中盤パスワーク、ボールがつながってフィニッシュまで行くというイメージが強く残っているんですが、はい、なんか今日の前半見る限りはそういうサッカーではないですね、非常にロングボールを多用してですね、相手のセカンドボール、ルーズボールを拾おうというサッカーに変わってますんで、ちょっとですね、大木監督の狙ってる、まあ、意図しているサッカーがここまで出てないのかなという感じはしますよね。ディフェンスの方も森岡右に回ってエメルソン池田というセンターバックのコンビですけれども、何度か破られるシーンがありました。2人とも前には強いんですけどね、お互いのカバーリングというところにはちょっと難があるのかなという感じはしますね。さあ、11年目の開幕を迎えました J リーグ、今シーズンの J1 のアウトラインをこのハーフタイムで紹介していこうと思いますが、まず今シーズン J1 を戦う16チームご覧の顔ぶれですけれども、白く色の変わっているところは今シーズン昇格をしてきた2チーム、1シーズンで戻ってきたセレッソ大阪と初めての昇格の大分トリニータ、
まあ、非常にね、まあ、両チーム、まあ、セレッソの方はですね、戦力補強してますんで、まあ、どんな戦い方をしてくれるのか非常に楽しみですし、まあ、大分の方はですね、まあ、久々にですね、九州のチームがまた戻ってきましたから、まあ、そういう意味ではですね、非常にこう旋風を楽しみにしたいなと思いますけどね、はい、そして今シーズンルールが変わった点で言えば延長 V ゴールが J1 では廃止になりました。なりましたね。したがって去年まではこういう形で勝ち点が 3-2-0 あるいは1という4段階だったんですが、今シーズンは延長勝ちの勝ち点2というのがなくなりました。まあ、そういう意味では昨シーズンですね、V ゴール勝ちの多かったジュビロ磐田、まあ、それがですねだいぶなくなるわけですからね、まあ、非常に拮抗したですね、まあ、ゲーム展開、まあ、リーグ戦になるんじゃないでしょうかね。この延長 V ゴール配信については後ほどまた長谷川さんには少しお話をいただけると思いますが、はい、さあ合わせて今シーズンのサッカーカレンダーご覧いただこうと思います。今シーズンは来年のアテネオリンピックに向けた予選が、うん、まあ、日本代表関係では一番大きなイベントということになってくるでしょうか。 そして J1 は6月に中断を挟んで夏まで、そして夏以降はセカンドステージ第2ステージということになってきます。さあ長谷川さんには今シーズンこの後展望そして期待なども伺っていきたいと思いますけれども、どんな特に J1 ですけれども、はい、いやもう熱い戦い方をですね、非常に期待したいなと思いますね、うん、このルールが、はい、延長 V ゴールがなくなったこと、これ一つ大きな影響があると思うんですけれども、うん、あると思いますね。どのチームがですね優勝してもおかしくない、まあ、そういうシステム、まあ、制度に変わったと思いますからね、まあ、非常に最後までわからないゲーム展開と、もつれるゲームというのが非常に多くなると思います ね。さあそして今シーズンの長谷川さんにはもうこの段階でやや大胆かとは思いますが、ちょっとね早いと思うんですけどね私もね、上位チームを占っていただきました、はい、上位5チーム、これ順不動で挙げていただきましたが、はい、横浜 F マリノス、鹿島アントラーズ、ガンバ大阪、清水エスパルス、ジェフ市原、ジュビロがありませんが、まあ、ジュビロはですね昨日の戦い方、まあ、もちろん立て直してくると思うんですけどね、ちょっとですね昨シーズンよりも戦力が落ちたのかなという意味で、ここからは外させていただいたんですけどね。横浜挙げていただいたのは昨日の試合、これ反映されてますか。はい、やっぱり久保のですね加入と、また佐藤幸彦、まあ、花風がねまた入ってくると、まあ、どうか分かりませんけどね、まあ、そういう意味で戦力補強という意味では昨シーズンよりも上積みがあるということで、まあ、F マリノス、まあ、他のチームもですね、そういう意味で上げてみたんですけど、ガンバも新外国人選手、はい、チキアルセ取りましたし、ジェフイチャラ、まあ、サンドロがね入りましたし、チェンヨンスとのコンビ、この辺もですね、まあ、昨シーズンより上積みがあるんではないかということで、まあ、この5チームを勝手ながら上げさせていただきました、はい、そして加えて今シーズンここに注目、はい、というポイントを先ほど書き込んでいただきましたが、こちら90分での戦い、はい、90分の戦いではなくて90分での戦い、そうなんですよね、やっぱり優勝するためにはですね、勝ち点3をいかに、まあ、積み上げていくかという形になると思いますから、まあ、引き分けで終わりそうなゲームをですね、どういう、まあ、選手交代起用で、まあ、勝ち点3に結びつけていくのかと、うん、いうところに非常に興味があると思いますし、またですね戦力的に、ね、少し、まあもう一つというチームもですね、勝ち点1をこう積み上げていけばですね、非常に上位に食い込む可能性というのはあるわけですからね、その辺の90分での戦い方というのは昨シーズンとだいぶ様相が変わってくるのではないかなというふうな思いがあるんですけどね。当然ベンチに座っている監督からすると、はい、動きを起こすのが早くなると、まあ優勝を狙ってですね、もう、まあ、シーズンが終盤戦になってきたらですね、まあ、だいぶ早くなってくるということは予想されると思いますね。まあ、今シーズンから延長 V ゴールが廃止になってこの J1、まあ、頭から引き分け狙いでいくというようなチームもあるいは出てくるかもしれませんし、可能性はあると思いますね。怪我人でですね、あまりこうメンバー的に揃わない時にはですね、勝ち点を1を狙いに行くということは十分考えられると思いますね。さあ J1 の他の競技場、この開幕節の結果です。昨日横浜が磐田を下しました。
ジェフ市原、鹿島アントラーズ、FC 東京、そしてヴィッセル神戸が勝ちました。復帰してきたセレッソ大阪、開幕戦は飾ることができませんでした。そして J2 です。札幌、大宮、新潟が4対0。新潟ね、2試合連続ですか、4得点。川崎が勝ちました。水戸も昨日ですが甲府を下しています。 J2 の方は44試合という長丁場です。放送席、それでは清水大木監督です。2点のビハインドになりましたが、どんな問題点ありましたか。少し中盤で空いたりとかですね、まあ、真ん中に入ってたボールに対してディフェンスがついていけなかったという問題がありました。後半は何をどう修正しますか。もう少し前から行かなきゃならないと思います。今北島選手とそれから伊藤選手ですか、入りますね。その意図は、やっぱりもう2点取らなきゃなりませんので、積極的に行きたいと思います。ありがとうございました。2点取らなければいけないという大木新監督のお言葉でしたが、うん、そうですね。伊藤と北島が準備をしています。柏から移りました北島。アンジョンファンの姿が、平松と吉田が下がりました。平松と吉田が下がって、代わりに北島と伊藤、伊藤が吉田のポジションに入って、これ前は3トップ気味にするんですか。まあ、それかですね、ずっと北島の2トップで、その下にアンジョンファンということも十分考えられますね。そうすると右サイドも中盤、この辺がですね、ワンボランチでやるのか、それとも 3-5-2 という形もですね、あのチャンピオンズリーグ の時にですね取ってますから、まあ、どういう形でいくのかというのは非常に注目ですね。アンジョンファン、あるいはトゥットが右サイドの中盤ということももちろんあるとは思いますが、さあ北島入りました。